大工フィッシュテール。大工は釣れるよ。どれがワイルドゲームなんだ。これじゃないですか、バックスライド。これ。ああ、参考出品してるから、そうだね。はい、ワイルドゲーム。ああ、でも一個一個に参考出品だからばらついてんな、形が、うん、まだお試し中みたいな感じなんですかね。僕がやるとしたら違う形になるな。このオフセットの形っていうのは川辺さんとか。そう、僕が作られたっていう。最初に作ったの。昔ってのはもうちょっとストレートのカクカクっとしたのしか、ベンドが全部90度だったの。はい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 。でそれで針先が、これどうやって針先をセットしたらいいのか分かんないような形状だったんだよね、はいはい、で針先を一旦出して、はい、でワームに沿わせるとかはわせるとか、はい、針先だけちょっとワームに刺すとかっていうのは、で反町くんって、たかしじゃなくて、はい、反町プロっていうのがエリファミリーに昔いて、はいはい、で彼がその90度ベンドのフックをそういう使い方するとフッキングしやすいよっていうのを教えてくれて、はい、だったら専用の形しちゃった方がいいよなっていうふうに思って作ったのがすごいフックの第一の初めの形の。すごいフックが出るまでは全部なんかいわゆる同じ形でね。そう川辺さんとかのトッププロの方がこっそりチューニングして使っていたのが、小森さんのところフックですか。ゲイリーワームにぴったりだと思って使ってるんですけど、いかがですか。3番のフックいいよね、あのレッグワームに、はいはい、あのフックは僕も使ってます。あ、川辺さんも3番で、サイズも3番で、あのスピニング系の細いところすごいフックにはないんで、はい、ちっちゃいのはあるんだけど、はい、細くないんで、はい、スーペリオの3番はよく使ってます。ここにはね、 V 字フック、あ、それもこれってあった。これまあないっすね。これからだよね、はい、これがちょっと楽しみだな、どんくらいのガードの強さなのかが、ね。あとジグヘッドもなんかジグヘッドもなんかですね、ちっこいジグヘッドがスモール用ですよね、多分。ちっこいのいいね、うん、結構プロの方たちもこうやってフィッシングショーで他のメーカーのやつとかしっかりチェックされてるんだなってのが一応新鮮で、めったに釣り具屋さんに行かないから、あ、こういう時に行けないっていうのも、新商品は特によく見ます。これがフックは例のあれか、クワッドシャットってですね、ヒレ付きね。ヒレについてはどう思われますか。なんか、ね、変なつもりだと、動きを止めるっていう部分では、はい、うん、いいんじゃないですかね。うーん、関東で人気のサイズ感なのかなっていうところで、うん、サイズ感と、あとはいや、ライブ感はね、ヒレあってもなくても変わんないですよ。変わんないですか。うん、多分多分噛んなくって、はい、ヒレがあることによって動きが、まあ、ストップアンドゴーがきっちり出せるとか、はい、そういったところだと思うんですよ。多分ありがとうございます。知らんけど、いやでもあそこにトロフィーありますけど取っちゃいましたからね。ねえ、また取ったからね。偉いですよ。説得力小森さんあるよなと思って。今貼られますよ、小森すべき人の名前が貼るんだ。え、今貼るんです、うん、今貼る。あ、小森さんいないですけど。小森いないけど貼る。小森さんいないですけど。確かに。小森さんのコンクルージョンがあるんですけど、あれどんな感じ。悪口言えないから何も言えない。え、でもゲイリーワームを使うのに特化した作りなんじゃないかなと思うんですけど。これ珍しいね、あいつにしちゃ。違いますか、ファンタジストの頃一緒に買おうっていうか、まあ、うん、
川辺さんのシリーズもあり小森さんのシリーズもありましたけど、いや、やつの顔は基本いいんだけど、はい、使えるんだけど、はい、使ってたモデルとかってあったんですか？あったよ、あったよ、パンテでも、うん、あ、出てった、アミカこれいいな、おっ65円、これすげえ感じ、本当だ、じゃあ、OK! 青木とか言った、青木って言った、青木って聞こえた、これいいっすね、これいいな、トリックなんだ、こっちがトリックで、こっちがチューブラウス、わかんねえ、なんて書いてある、なんか商品名が書いてる、トリック商品名が、商品名がないの、これ10あんだわ、書いてないですか、バンテー、バンテー、65M、 トリアン6号のソリッドティップのワーム用の、去年あのヤマタヌキのネコリグとかで冬の亀山で切ったりしてたのだ、この竿を、この竿は使いやすいと思う、6号 M ベイトフィレスじゃなくてベイトワーミングするためのレギュラーサイズのワームを気持ちよく扱うような、天候4インチとか、うん、ヤマタヌキとか、サイトスペシャルいいと思います。 6号M としてはギャラでサイトでメガバスをしている、これは開発をしている、おすすめできる、ハリノアビーすげえ V4 バージョンが入ってますか、伝説の 60ULS が現代に蘇ったってモデルだと思うんですけど、なるほど、まあ簡単に言うと使いやすいと思いますね。ツッコミが行き合いだもん。僕はここの長さがこれ短いのあんま好きじゃない。ここは長いのが好みなのが、バランスなんですよ、バランス。取った時のバランスで長い方が、うん、もうちょっと持ち重りしなくなるんで、僕は楽なんです。鳥さんが全体的にグリップエンドすごい短めに作りますよね。僕のは意外に今長くなってたから、はい、前に比べたら。他は大丈夫だけど。ヤマイシリーズの前のロットとかはすごいまた違ったテイスト、うん、テイストちょっと違うんですね、はい、今はメガバスなんで、メガバスロットも大丈夫ですかね、このメガバスロットもよろしく、はい、ありがとうございます。リングスエンジンブースです、今回のフィッシングショーでは、2022年 の、 この優勝トロフィーと、それからスーペリオックの新しいモデル、はい、それからいよいよ発売になりますコンクルージョンの、このね、話題の60です。いよいよついにというか完成して、これが最終バージョンです、フルコスメ。もうロゴの位置とかもろもろ変わらないですね。まあ、このサウンドロゴの位置最終的に調整したのは、コーススピングループで置いて写真撮った時にこっちにちゃんとロゴが来るように、はい、でトップにからこう名前が来るように、これにちょっとこだわったんですよ、はい、ね、せっかく一緒に撮ってもらってもロゴが映ってなかったりとかすると寂しいので、その辺を最後調整して完成っていう形になりました、はい、いやー、いよいよこれで V5 狩りの戦いがスタートするっていうことで、そうですね、まあ、この3は僕の本当に釣りの基本の木の字をしっかりと100点でやれる竿なので、まあ、この竿がなければもちろん戦えないし、まあ、あれば、本当にしかも新しくコスメにできて、まあ、ちょっと気分乗ってくるし、あれば、まあ、いよいよ次のタイトルもっていうところに頑張って向かっていけるかなと思います。いろいろな機種が展示されているんですけど、はい、60ULS 以外にもこれ見ちゃっていいよっていう竿があれば教えてもらいたいんですけど、今回展示してるのはですね、キングの 68M っていう、めっちゃパワースピニングロッド、いわゆるパワーフィネスって言いたいところなんですが、パワーフィネス以外にも例えばローシンカーの山線香とかをバーンってスピニングで遠くまで投げて釣るようなやつ、これ結構ね、気が入ったらリザーバーとかに引っかかれないで立ち行くことを狙ったりするんですけど、気ばらくとかでも、まあ、山たぬきあたりをバーンと振り上げて釣るっていう釣りもできる、その遠くに飛ばすっていうことに関しては最終的にはベイトよりスピニングも飛ぶんで、はい、まあ、そういった遠くに飛ばせるロングキャストができつつパワービネスにも使えるっていう大ヒット68、これかなり硬いです。これと
これはね、6号の MLS、これも以前からずっと、まあ、ブラックスーンは完成したんですけど、なかなか発売になってないんですが、これもいよいよ最終段階に入ってきて、あとこのロゴの位置とかを調整して、もう完成っていう感じなんですけども、これ、これも触れます、はい、これ、ソリッドディムっていうのを、メイトビースではない、メイトワーミングっていう位置づけを自分はしてるんですけども。そうですね、はい、これちょっとグリップがまだ変わるかもしれないですけど、まあはい、これから、6号の M、まあ、バーサタイルのちょっと固めより、ワーミングよりのバーサタイルロット、まあ、スピナーメイト、バスメイトぐらいまでやれるような、ワーミングロットという感じなんですけども、はい、ヘビナット、そういったことをやったら、そういうロットですね、これ。これから67の MH、まあ、ライトテキサスとかでカバーを打ってたり、バックスライドを打ったりする、ちょっと強めのサウンドですね、この辺が今回展示してあって、触ることができます。モコリークローとか、そこら、これもモコリークロー、ドクラムテキサスリグっていうのをベースに作ったロットなので、まあ、僕の釣りのテキサスとか、カバー打ちとかやってるシーンをイメージしてもらえれば、ああいう釣りようかなっていう感じだったんです。土曜日、日曜日と小森さんっていらっしゃるんですか？はい、ブースにいますよ。あ、じゃあ、詳しいコンセプトとか、実際にその沢尾の調子を見ながら、聞いちゃうこともできちゃうっていう。そうですね、ステッカーとか、ステッカーあるんですか、ステッカー。はい。はい。できないんですけども、はい、明日以降お渡ししますので、ぜひ来ていただければと思います。はい、スーペリオフックシリーズからはですね、VG フック、これ、V ガード付きのマス針なんですけども、これも針の形はできたんですけど、ガードがなかなか決まらなかったんですが、ようやく完成して発売になります。まあ、ガードの必要なシーン、ちょっと根掛かり しやすいところとかで、脳進化ワッキーとか、ネコリグとかやるときには、とてもいいかなと思います。こっちはまだ参考出品なんですが、ジグヘッド、それから、バックスライドセットに使ってるやつですね。バックスライド用っていうイメージで作っていたんですが、これ結構ね、何でもできちゃうんで、バックスライド以外でもいける、はい、まあ、ゲームがちょっとワイドになってるのが特徴で、まあ、竿をちょっとこうキュッと、力強いとは言わないです。その普通の力の強さで決めできるようなセッティングにしてあります。まあ、ちょっと変わったオフセットの形してるんですけど、この短いクランク部分、オフセット部分が、ワームのホールド力もすごい高めてますし、これはね、一回使ってもらったら分かると思います。はい、で、ジグヘッドは、ガード付きで、まあ、シングルモノガード付いてるんですけども、まあ、これもね、ちょっとこだわったのはワームキーパー。ワームがずれなく、なおかつワームを破壊しちゃわないような大きさっていうのを、すごく、何度もテストして決めた大きさです。とりあえずワームが止まればいいっていうわけでもなく、とにかく、リグ自体が長持ちするようなリグを考えて作りました。はい、このジグヘッドの特徴は、かなりちっちゃい針のサイズまでラインナップしてるんですよ。これはちょっと面白くなってくると思うので、ぜひ発売楽しみにしていってほしいなと思います。はい、こっちにも本当にいいですよね。ガードがね、これもう本当難しいです。強すぎると魚弾いちゃうし、弱すぎるとガードの意味がないし、まあ、その絶妙なガード、これもね、相当テストを繰り返して作りました。まあ、ただサイズ、その針のサイズ、このサイズが使いたいなっていう時に、まあ、このフックの太さも含めてガード外しちゃって使う時も僕はあるんですけども、まあ、カバーに入れても使えるぐらいなガードにはなっています。これはね、やっぱガードをつけるということを前提であるから、それなりの太いラインを使うことを想定してるんですよ。なのでシャンクはちょっと太めにしてます。はい、M1 フックとか M2 フックとか、あの辺と同じようなそのスピニングで4割かけるっていうことよりも、本当にちょっとベイトフィエスなんかで使ったりしたいんですね。その時にある程度シャンクの太さがないと、針がやっぱり伸ばされてしまったりすることもなきにしもあらずなので、ちょっと太めにしてあります。まあ、その用途に合わせて針っていうのは必要で、まあ、今回この針はガード付きが必要なシーンで使ってほしい、まあ、そういう意図が込められています。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じでございます。釣り子 TV です。
バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。ディーパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。